はい、どうも始まりました。ウサウズチャンネルです。よろしくお願いします。ということでね、今日はね、こんな掃除したての、ウズラ小屋からお送りします。お？泣いてんの？はい、じゃあね、今日のね、お話なんですけど、今日はね、こちらのね、いつも僕が可愛がっている、ちゃんぽん。ちゃんちゃん。ちゃんちゃんどこ行くの？こちらの、メスのウズラなんですけど、まあなんか、ちょっと1話だけ、黒、ちょっと、わざとだろ今、話のね、邪魔をしたの。黒ちゃん。お前は毛並みがいいね、相変わらず。はい。で、今日はね、ちゃんぽの話なんですけど、まあ、ちゃんぽが、ちょっと他のね、うずらと違うということをね、少し、おい、お話ししようと思います。まあ何がね、ちゃんぽが、他のうずらたちと違うかっていうと、もちろんね、僕にすごい慣れているっていうのは一番あると思うんですけど、ちょっと黒若干静かにしてくれ。はい、他のうずらと違う点なんですけど、ここにいるのはね、メスがね、頭をつつかれていて、気がむしられてしまっていたので、ここにいるのは全部オスなんですけど、ちゃんぽだけがメスなんですよね。で、なぜそのちゃんぽだけここにいられるかというと、ちゃんぽはね、これ見ていただければ分かる通り、むしられてないんですよね、頭を。ちゃんぽだけオスにいじめられないんですよね、なぜか。これは多分うずら小屋の中のパワーバランスだったりとかあると思うんですけど、ちゃんぽだけがね、唯一ね、他のうずらと違って、オスに溶け込んで、でも卵も産むし、ちゃんとしたメスなんですよね。あ、容量ももちろんいいし、僕に慣れて、餌もね、もらえる。マジか。黒。おい。お前もか。はい、なんで、なんかやっぱ特殊なものがあるのかなっていうのをちょっと感じてます。うずらにね、詳しい方とか、もしね、視聴者さんでいましたら、やっぱメスだけど、この1羽だけ特殊な、人格というか、もしかしたらこの、黒。はい。で、まあ、ちゃんぽだけね、ちょっと僕にも前から慣れている感じのうずらなので、何かしらちょっと鳥としての認識が、他のうずらと違って、あまりないのかなっていうのもちょっと思いました。はい。まあ、泣きまくりのね、うずら小屋なんですけど。ちゃんぽはね、こうやってね、いい子なんだよね、ちゃんぽはね。はい。なのでね、他のうずらとね、もちろん違った行動もしてるし、全然人に怖がらないから、こうやって手のとこすり抜けてったりとか、他のうずらはね、あんまり、やっぱなかなか、近づいてきたとしても、そこまで一歩踏み出せない部分があるので、多分ね、うちのちゃんぽはね、特殊なんかなって思いました。まあ、怯えないしね、何しろ、興奮することもそんなないですし、やはりね、裏小屋の中でも唯一無二の存在なんではないかなっていうのを思っています。はい、じゃあね、そんな感じでね、うさうずチャンネル、今日のうずらとして、おい。はい。今日のうずらはちゃんぽがちょっと特殊な能力を持っているんじゃないかっていうね、動画となりました。はい、じゃあね、そんな感じでね、これからまたうずらの動画などいっぱい上げていくので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。そんな感じで以上、おい以上、うさうずチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。ちゃんちゃん。